それでは始めさせていただきます。UE4 を使った映像制作と題しまして、今回お話しさせていただきます。まずは簡単な自己紹介をさせていただきます。フリーランスのデジタルアーティストとして活動している松だと申します。よろしくお願いいたします。去年までは数年間、XR アトラクションを制作する会社で CG 制作やディレクションなどをさせていただいておりました。現在はフリーランスとして、 リアルタイイイムののライブイベントや映像作品の作品 CG 制など、いいいいろろ関わらせててただいております。今回は自主制作として作ったこちらの作品をもとにお話しさせていただきます。今までは VR などのリアルタイム用途だったり、キャラクター実装でしか UE4 を使ってこなかったので、映像用途の学習のために作成したものがこの作品になります。まず映像の方をご覧いただこうと思います。 ごご覧いいただきありがとうございます今回お話しする内容ですが先ほどの作品をもとにキャラクターの制作工程やシーケンサーの設定ライティングやポストプロセスの設定からムービーレンダーキューを使用したレンダリングなどを解説させていただこうと思っていますそのためマヤなどの DCC ツールは触ったことはあるが UE4 はまだ初心者の方であったり UE4 で初めて映像を作ってみたいと思っている方にもおすすめの内容になっていると思います ちなみに制作環境はこちらになります。今回はレートレーシングのグローバルイルミネーションを使ってみようと思ったので、RTX2070 を搭載したノートパソコンを使っています。UE4 のバージョンは4.26です。まず UE4 での作業に入る前に、マヤなどを使ってキャラクターアセットを用意していきます。キャラクターモデルですが、メインツールはマヤで、ハイモデル作成用に Z ブラシを使っています。 こちらの巨大なシャチに関しては生き物と人工物が混ざったデザインにしてみたのでいくつか人工物のアセットを作成して配置していきましたあまり後先考えずに130万ポリゴンほどになってしまいましたがあくまで映像用とはなりますが UFO に持って行ってもサクサク動かすことができました次にテクスチャーですテクスチャー作成にはサブスタンスペインターを使用しました 各キャラクターごとに UDIM 形式で複数の UV を作成し UE4 用のテンプレートでエクスポートしています Substance Painter のデフォルトの命名規則だとファイル名の末尾に UV タイルの番号が付いているはずです後で UE4 にテクスチャを持っていく際にこちらの番号を参照します次にキャラクターリグを作成します UE4 に持っていける情報は基本的にスキニングウェイトとブレンドシェイプくらいなので 補助用ののジョイントを入れつつ、いいい感じの変形にになるように調整していきます。ウェイト調整に関してはあまり時間を取られたくなかったので補助ジョイントの数を調整しながらヒートマップでウェイトを振って顔や指付近だけを調整していく程度にしました。 シャチの人工物エリアは01でウェイトを振っています。コントローラーについては、ヒューマン IK をベースに足りない部分を手動で作成していきました。リギングの作業がすべて終わったら、スキニングされたモデルとジョイントをすべて選択して FBX でエクスポートします。こちらは後でスケルタルメッシュとして読み込むために使用します。次にアニメーションを作成します。 今回作業時はなんとなくイメージをつけるために岩のモデルを置いたりして作業していましたが最終的に背景は UE4 で作っていくのですべて置き換えますアニメーションが完成したら 今度はジョイントだけをすべて選択してアニメーション付きで FBX としてエクスポートします他のアニメーションも同じようにすべて FBX にしていきましたここからは作ったアセットを UE4 に持っていきます先ほどのリグ作成の時に用意した FBX をまずインポートします新規追加なのでスケルトン設定は「None」のままで良いです アニメーションはこの後追加するのでインポートアニメーションズのチェックが入っていたら外してよいです今回は後で自分でマテリアルを作っていくのでマテリアルインポートメソッドは DoNotCreateMaterial を選択しましたインポートできるとスケルタルメッシュスケルトンフィジックアセットの3つが作成されているはずですさらにアニメーション時に用意した FBX もインポートしていきます 今回はスケルトンの設定を先ほど作成したスケルトンに指定します。この状態でインポートするとさっき作ったスケルタルメッシュに対応したアニメーションシーケンスが作成されます。複数のアニメーションを同じスケルタルメッシュで使用していく場合はこのやり方がいいと思います。ただしジョイントの階層が変わっていたり名前が一致しなかったりするとエラーになってしまうので注意が必要です。 インポートが完了するとアニメーションシーケンスが作成されています。次に先ほどサブスタンスペインターで作成したテクスチャをインポートしていきます。UE4 で UDIM を扱う場合は、プロジェクトセッティングスの EnableVirtualTextureSupport をオンにする必要があります。この状態でテクスチャをインポートすると、通常のテクスチャーではなくバーチャルテクスチャとして読み込まれるようになります。 先ほど作成したテクスチャーの1001番をインポートしてみると1つのテクスチャーセットに全てのテクスチャーファイルが格納されているのが確認できると思います。バーチャルテクスチャーとして読み込まれたテクスチャーのサムネイルには VT という表示が出ています。またコンテンツブラウザ上でテクスチャーを右クリックすると通常のテクスチャーからバーチャルテクスチャーにしたりまたはその逆にコンバートをかけることができます。 次はマテリアルを設定していきます。マテリアルを作成し、先ほど作成したテクスチャを各パラメータにつなぎます。ラフネスに関しては後から調整できるようにパラメータを追加しましたが、基本的にはただテクスチャをつないでいるだけです。読み込んだテクスチャは convert to トトメーターで param2d ノードにしておきます。作成したマテリアルからマテリアルインスタンスを作成し、 これを流用して各キャラクターのマテリアルとしましたスケルタルメッシュのマテリアルスロットに作成したマテリアルインスタンスをアサインして見た目を確認していきますここからは背景を作っていきます今回は一人で全て制作しているということもあり背景に関してはほぼメガスキャンを使用しました 一部の人工物だけは自作のアセットを使っています。ではまず基礎となる地面を作成していきます。今回はベースモデルと2種類の質感をブレンドできるマテリアルを用意して色むらや湿った感じを表現していきました。マスク画像で質感を分けテクスチャーとマスクをタイリングできるようにしています。 マテリアルの構造はこんなな感じになっています岩肌を2種類用意してマスクでそれを切り分けています今回のマスクは画像を使っていますがバーテックスカラーを u e 4内でペイントするのもいい手だと思いますまた作品内ではやりませんでしたが模様のばらつきを作るなどキャラクターにも応用できそうでした 先ほどののの地面の上に岩や崖のアセットを配置していきます。メガスキャンのマテリアルインスタンスは色味を調整できるようになっているためそちらも調整していきましたこれが配置した状態ですなんとなく見れるような背景になってきましたさらにキャラクターも配置してみるとこんな感じです 今回は小さいトカゲのキャラクターを歩かせようとしていますが岩のアセットだけだとスケール感が分かりにくかったので足元に草や花を配置していこうと思いますでは実際に草を配置していこうと思いますモードをセレクトからフォリッジに変更しアットフォリッジタイプでフォリッジモデルを追加しますこちらのフォリッジモデルはメガスキャンアセットを使用しました 足元にポツポツと生えている感じにしたかったのでシングルモードで草を配置していきますこんな感じでモードをフォリッジに変更してアットフォリッジタイプでモデルを登録していきますスケールなどの数字を任意で変更したらシングルモードで 草を生やしていきます。こちらが配置した結果です。先ほどよりトカゲの大きさが分かりやすくなり、緑が画面のいいアクセントになっています。次にシーケンサーとカメラの設定をしていきます。マヤで作ったキャラクターのアニメーションを再生し、ufo でカメラワークもつけていきます。 まず、レベル上にレベルシーケンスを作成し、シーケンサーのウィンドウを開きます。新たにカメラとカメラカッツを作成します。もしすでにレベル内に使用したいカメラがある場合は、プラスカメラからバインドし、カメラカッツに登録します。シーケンサーからカメラを作成すると、デフォルトでシネカメラが作成されます。 こちらは通常のカメラアクターよりもレンズの設定や画角の設定項目が豊富なため映像用のレンダリングには向いています今回はフィルムバックを16対9のデジタルズームにしましたまたプロジェクトセッティングスからポストプロセスの機能をいくつかオフにしようと思いますなぜオフにするかというといくつかの機能がオンになっていると作業時に重くなったり絵作りがしづらくなったりするためです ここに関しては必ずしも必要な工程ではないので飛ばしてしまっても構わないと思いますまずオートエクスポージャーはオフにしましたこちらはオンになっているとライティングなどの作業の際に胃作りがちょっとしにくいためオフにしていますモーションブラーもオフにしていますこちらも後でレンダリングする際に確認するので作業時はオフにしておいた方が処理も軽く良いかと思います ここでオフにした項目は後でポストプロセスの設定時に再度変更することができるためこの段階ではあくまで作業しやすい設定で問題ないと思います次はシーケンサーにキャラクターのアニメーションを設定していきたいと思いますアウトライナーからシーケンス上にアニメーションさせたいスケルタルメッシュをドラッグしますドラッグした スケルタルタメッシュのプラスアニメーションボタンから先ほどインポートしたアニメーションシーケンスを紐付けますタイムスライダーを動かしてみると動きが確認できるかと思いますアニメーションの設定はアニメーショントラック上で右クリックをしプロパティーズを開くと確認することができますここでアニメーションの再生速度の変更や逆再生にするなどの設定の変更が可能ですまた 先ほどのアニメーショントラックのプラスからさらにアニメーションをインポートして複数のアニメーションをブレンドしてみたりアニメーショントラックを伸ばしてアニメーションをループさせたりすることができます。マヤのビューポート上ではシャチのモデルをアニメーションさせるとそこそこ重ためな挙動だったんですが UE4 に持っていくと割とサクサク動いていました。 ではここから本格的にカメラワークを作成していきます。ビュー上のパースペクティブタブからデフォルトビューポートと設定されているところをシネマティックビューポートに変更しタイムスライダーを表示します。プレイスドカメラ図のところには先ほど作成したカメラがあるはずなのでそちらを指定しビューポート下段のタイムスライダーを動かしてアニメーションが再生されているかを確認します。 シーケンサー上でキャラクターの位置を調整しカメラワークを作成していきますカメラをビューポート上で動かしてシーケンサー上でキーを打っていきますキーを選択して右クリックするとキーフレームの他の設定も変えられますまたカメラのトランスフォームの数値を直接変更してキーを打っていっても大丈夫です前でつけたカメラアニメーションを UE4 へ持っていきたい場合は カメラだけをエクスポートした FBX を用意して、シーケンサー上のカメラアクターを右クリックし、インポートでカメラの FBX を選択すれば OK です。その際、インポートオプションでマッチバイネームオンリーにチェックが入っていると思いますが、FBX 内のカメラと UE4 でのカメラの名前が一致していない場合は、こちらのチェックを外してください。次はカメラフォーカスの設定についてです。 レベル上のシネカメラを選択してフォーカスセッティングスを開くとフォーカスメソッドというアトリビュートがありますこちらがマニュアルになっている場合は手動でどこに焦点を当てるかを設定できますトラッキングにした場合は任意のアクターに焦点を合わせ続けることができますまたマニュアルにした際ドローデバックフォーカスプレイにチェックを入れるとどのあたりにフォーカスが効いているのかを視覚的にわかりやすく 紫色のプレーンを表示してくれますキャラクターとカメラのアニメーションの設定ができたらビューポートでこのように確認することができます次はライトとフォグの設定をしていきます今回はライティングにディレクショナルライトポイントライトスポットライトとスカイライトを使用しています フォグは主にエクスポーネンシャルハイトフォグを使用していますここでエクスポーネンシャルハイトフォグについて少し触れていきます UE4 で頻繁に使用するフォグのアクターです個人的にはこちらのパラメータをよくいじっています設定項目が多いので詳しくはユーザーガイドの方を参照していただきたいのですが今回はこのエクスポーネンシャルハイトフォグと ディレクショナルライトを組み合わせて簡単なゴットレ例表現をしてみたいと思います。まずエクスポーネンーシャルハイトフォグのボリューメトリックフォグの項目をオンにします。そしてディレクショナルライトのライトシャフトオクルージョンにもチェックを入れ、必要に応じてライトシャフトブルームにもチェックを入れます。ブルームスケールでブルームの強さを調整できます。 スポットライトやポイントライトで同じような表現をしたい場合は、各ライトの設定からボリューメトリックスキャッタリングインテンシティの数値を上げると同じような効果を得ることができます。フォグを調整してみた結果がこちらになります。何もない場合から、エクスポーネンシャルハイトフォグとディレクショナルライトのボリューメトリックフォグ効果でこういった見た目になっていきます。ただ、 これだとまだもうちょっと物足りないなと思ったので板ポリで作ったフォグを配置していきます。これにより遠近感を強調したり画面がまだ見づらいところを見やすくしていこうと思います。まずこういった雲っぽい透過テクスチャを用意します。そして板フォグ用のマテリアルを作成します。ここでオパシティのところにデプスフェードノードを挟むことで モデルに突き刺して配置してもいい感じにフェードで透過してくれるものになります。最終的なフォグの調整結果がこちらになります。先ほどの結果から板ポリゴンを追加していくとこんな感じになります。結構いい感じになってきました。別のシーンでも同じように処理しています。これはエクスポーネンーシャルハイトフォグとライトだけですが、 板ポリゴンを追加するとこういった感じになります次にポストプロセスの設定を行っていきますこちらがポストプロセスの設定をする前の見た目です設定を終えるとこんな感じになりましたそもそもポストプロセスとは何かというと映像編集とかでいうコンポジットの作業ができるものになります ポストプロセスボリュームをレベルに配置すると画面に効果をかけることができます。また、このポストプロセスボリュームの設定は先ほど行ったプロジェクトセッティングスでのポストプロセスの設定を上書きしてくれます。なので先ほどオフにした機能をここでオンにすることも可能です。今回はこちらのように設定をしていきました。まず、ブルームとレンズフレアはある程度効かせています。オートエクスポージャーは オフにしてエクスポージャーの数値に直接数字を設定していますカラーグレーディングはキャラクターの背景ごとに朝もやや朝焼けマジックアワーなど状況を決めて色味を調整していきました色収差やビネットもある程度効かせていますまたここでデプスオブフィールドの設定も可能です 今回は先ほどカメラの方で設定しているので特に触らずに進みますがカメラの設定をポストプロセスボリュームで上書きすることも可能なのでここでまとめて設定するのも良いかと思います少し話が前後してしまいますが今回はライティングの際にレイトレーシング機能を使用していますポストプロセスボリュームの方でレイトレーシングのグローバルイルミネーションなどを設定できるので今回はこちらで解説させていただきます まず、レイトレーシング機能を使用するには、プロジェクトセッティングを開き、レイトレーシングのチェックが入っているかを確認します。今回は、ライトをベイクしてライトマップを作成するなどをせず、すべてレイトレーシングのグローバルイルミネーションを使用して、ライティングしてみました。今回は学習のためやってみた側面もあるので、通常通りライトマスのグローバルイルミネーションを使用した方がいい場面もあると思います。 例えば、ムーバブルライトを多用するなどのライティングの場合は、レイトレーシングの機能の方が有用そうに思います。今回はほとんどライトは動いていませんが、こちらのレイトレーシングの機能を使っていこうと思います。今回はライトマップを使用しないので、ライトマップを生成しないように設定しようと思います。ワールドセッティングスから、ライトマスタブの ForceNo Precomputed Lighting にチェックを入れると、 ライトマップを生成しなないようになりますこの状態でビルドライティングオンリーでビルドをかけるとこれ以降はレイトレーシングのグローバルイルミネーションのみでライティングを計算できるようになりますここでポストプロセスボリュームに戻ってレンダリングフューチャーズにあるレイトレーシンググローバルイルミネーションズの設定を確認していきますこちらではタイプは2種類ありファイナルギャザーとブルートフォースを選ぶことができます ファイナルギャザーはどちらかというと速度を重視していて間接照明のバウンスは1回のみです m a x b バ u n c e s で設定している数値は適用されずに全て1回で計算されるようです Bluetooth の場合はバウンス回数を上げることができるので画質を重視したい場合はこちらを使った方が良さそうですバウンス回数を上げると間接照明の届く範囲が広がるので室内のライティングなどの場合は マックスバウンスの数値を上げていくのが効果的です作品のため特に速度を重視する必要がないのでブルートフォースを使用してマックスバウンスは2に設定しました3も試し今回のライティングでは2から3に上げてもさほど見た目が変わらなかったので2のままにしましたサンプル数は芯によって16から32ぐらいまで設定していますが最大は64まで設定できるようです それぞれのシーンで設定していってライティングした結果がこちらになります。ここまでのライティング、フォグの設定、ポストプロセスの設定とレイトレーシングの設定はすべて絵作りに絡んでくる作業なのでおおむね並行して行っていきました。最後にできたシーンをレンダリングしていこうと思います。今回はレンダリングに MovieRenderQ という機能を使っています。 これは4.25から導入されている機能で4.26では出力可能なパスが増えるなど機能が強化されています。今回は MovieRenderQ ーーを使ってレンダリングし AfterEffects でカットをつないで微調整し完成としました。この機能を使うにはまずプラグインから MovieRenderQ ーーをオンにして Unreal Engine を再起動する必要があります。 もし、After Effects や n u k e などでコンポジットする際に、オブジェクト ID などの一部のパスを使用したい場合は、Movie Render Queue Additional Render Passes もオンにしておく必要があります。UE4 を再起動したら、Window から Cinematics を選び、Movie Render Queue を起動します。 ムービーレンダー Q のウィンドウのプラスレンダーボタンからレンダリングしたいシーケンスを選択します。この際、コンテンツブラウザから直接シーケンスをドラッグしても大丈夫です。現在はセッティングスのところがアンセーブドコンフィグになっているはずですが、そこを選択するとレンダリング設定が開かれて調整することができます。またアウトプットの方では保存先を設定することができます。 こちらがデフォルトのレンダリング設定になっています。まずは JPEG シーケンスを削除して、プラスセッティングスから EXR シーケンスを追加しています。4.26の時点では16ビットのみ出力することができます。EXR シーケンスのタブのマルチレイヤーのオプションにチェックを入れることで、マルチレイヤー EXR を出力することができます。 次にデファードレンダリングの設定を見ていきます。デファードレンダーデータというタブにレンダリングパス用のマテリアルが追加されています。デフォルトではワールドデプスとモーションベクターの2つが登録されていますが、プラスボタンからマテリアルを追加していくことができます。マテリアルを追加する際は、プラスボタンを押した際に出てくるブラウザから、 ムービーレンダー Q と名前のついているマテリアルを検索して追加すると良いです。この際に Enabled にチェックを入れないとレンダリングされないので注意が必要です。今回は Ambient Occlusion のみ追加しました。他にも World Normal などさまざまなレンダリングパスが用意されています。また今回は使用しませんでしたが、オブジェクト ID などの一部のパスを出力する際は、Plus Settings から オブジェクト IDs などを追加する必要があります。さらに、レイトレ g i のノイズやジャギーの軽減のために、プラスセッティングからアンチエイリアシングを追加します。アンチエイリアスのサンプル方法は2種類あり、空間サンプリングと時間サンプリングがあります。レンダリングをサンプル数分で分割して計算して、最終結果の精度を上げてくれるものです。 基本的にはどちらか必要な方の数字を上げて片方は1のままでレンダリングするのが良いと思います時間サンプリングに当たるテンポラルサンプルカウントは分割したフレームの計算時もカメラの移動などを計算してくれるのできれいなモーションブラーを出力することができます今回はコンポジット作業の際にモーションブラーなどを追加する予定がなかったので テンポラルサンプルカウントの数字を上げることにしました。今回は8に設定しています。もしコンポジットの際にモーションブラーを追加したり、マルチパスでレンダリングして素材を組み合わせたりしたい場合は、空間サンプリングの数値を上げてレンダリングするのが良いと思います。ちなみに、ポストプロセスの方でモーションブラーがオンになっている場合、 テンポラルサンプルカウントの数値が1であっても、ポストプロセスの方のモーションブラーが反映されてしまいます。逆に、テンポラルサンプルカウントの数字が2以上に設定されているときに、ポストプロセスやカメラの設定でモーションブラーを切っていたとしても、テンポラルサンプルカウントのブラーが反映されてしまいます。そのため、意図しないブラーが発生している場合などは、これらの設定を再確認する必要があると思います。 また、各サンプル数を8以上に設定したい場合、オーバーライドアンチエリアシングにチェックを入れて、アンチエリアシングメソッドをナにすることが推奨されているようです。次にアウトプットのタブから、保存場所や命名規則の設定が可能です。シーケンサーはデフォルトでは 30fps で設定されていると思いますが、 シーケンサー上で設定を変えなくても、ここで 24fps などの出力に設定すると、レンダリング結果は 24fps になります。今回はアウトプットレゾリューションの数値は4件に設定しています。これらのムービーレンダーキューの設定は、毎回設定していくのは面倒なので、よく使う設定はプリセットに登録しておくことがおすすめします。 ムービーレンダー系の右上のプリセットボタンを押して、セーブアズプリセットで名前を指定して保存してください。すべての設定が完了したら、レンダーローカルを選択して、レンダリングを始めます。レンダリングを開始すると、ムービーパイプラインレンダーのウィンドウが表示されて、レンダリングの過程が表示されていると思います。この際、Anti、アンチエリアシングで設定したサンプル数は、 右下のサブサンプルの数字で分かる通り、そのままレンダリング時間に直結してしまうので、あまり恩恵のないシーンで上げすぎてしまっても、レンダリング時間がただ伸びるだけの結果になってしまうので注意が必要です。レンダリングした結果の画像はこういった感じになっています。ビューティーとデプスとモーションベクターとアンビエントオクルージョンを出力しました。 デプスに関しては R チャンネルに格納されているためそちらを調整するとこういった感じの見た目にできます同じように全てのカットをレンダリングし After Effects に持っていき冒頭の映像を作成することができましたまた UE4 でのレンダリング時間ですが今回のケースでは300フレーム程度のカットでおよそ30分いかないぐらいでした テンポラルサンプルカウントの数値を下げることでもっと高速にレンダリングすることも可能ですが、モーションブラーの精度などが落ちてくるので、そのあたりは作品によって考える必要が出てくると思います。最後に参考にさせていただいたサイトや公式のドキュメントのリンクなどをご紹介させていただきます。以上 UE4 を使った映像制作の作例を紹介させていただきました。今回の内容が少しでも皆さんのお役に立てると嬉しいです。ご清聴いただきありがとうございました。よろしければアンケートのご記入などしていただけると嬉しいです。以上になります。